でもラスクの悪いところ言っていい、マジで一回食っちゃうと止まんなくなっちゃうんだよねこれ、うん、止まんなくなっちゃうのこれ、またダメなんだこれ、もう食っちゃう、歯に悪いと思ってても、うん、止まんなくなるんだねこれ。ほかほか、うなぎパイ、10位か、なんかほんと中途半端、ああ、うずま、あの、うなぎパイか、うなぎパイ、あ、宝石ありがとうございます、うなぎパイ、まだ投げなくていい、それかパイ、なんけ、ホームパイか、デスノートのリュークのさ、コスプレの衣装って言ってんの？無料アイテムもらってきて、メガホン、ローブがかかんがん、すんげえお酒飲みたいんだけど、先生たちマジで飲みたい、アマゾンで1万であった、マジで買うわ、
そういうこと。俺本当そう。今日は誰もなくないよってどういうこと？宝石ありがとう。はい、すいません。ありがとうございます。10倍、また10倍ありがとうございます。はい、何を言ってんの。目見た、どういうこと。嫌な予感したんだよ俺。本当に。あ、10個ありがとう。おいしょ。いや飲んでない。ラスクで我慢してる。めっちゃラスクで我慢してる。今日飲まない日。 ありがとう。10個。おいしょ。165号ブロックしていい？普通にいらない。君モーちゃんありがとう。おいしょ。どうだっけ、消えた。え、マジ消えたんだけど。165号、こういうやつガチいらないわ。初心に戻る。飲みたい。でも本当は本音は飲みたい。あー見たくない。後ろ見たくない。あんまり振り返りないとかない。インテグリティ、それは社会と真摯に向き合うこと立場に臆せず自分から発信すること、すべてのプロフェッショナル。インテグリティのある毎日を。尿酸値気になる？くったくった。でも尿酸値気になるのに、あ、でもここ食べちゃったな。やばいかな。でもやばかったしな。でもやばいかな。もらってきてください皆さん。取れた？ナイス。あ、無料メガホン、あ、投げていい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。紫メガホン、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。紫メガホン、ありがとうございます。ありがとうございます。紫メガホン、ありがとう。宝石ありがとう。ありがとうございます。20個ありがとう。明日ありがとうありがとう。やっぱなんか気がかりだな。うん、いやだから次のやつも俺喫煙でやる。見ます？やっぱやるわ。ごめん。なんか嫌だからちょっとなんか俺ね不吉なオーラをすごく感じるんですよ。さっきから向こうから。なんでか知ってる？やっぱやるわ。多分原因これだと思う俺。うん、いる。これだ。完全にこれ。あのね、キッチンだけは綺麗にしとかんと人として終わる。でそれから逃げてる俺は自分で。これやるわ今。ピカピカにする。ごめん。なんかやっぱり俺ダメだ。これやらんといかんわ。しっかりと人として終わるで。ごめんなさい。いやこれやばいだろ絶対な。あなんかやっぱり感じるんだよね、やばいものが。ありがとう、ももちゃん。おいしょ。これやりますわ。しっかりと。ありがとう。これダメだ。だからだ。なんかね、やっぱなんか、あれだ。なんかあったんだよな。わかる？言ってること。どやばいでしょ。あ、紫メガホンありがとう。人としてね。
未来の奥さん。いや、あのね、俺結婚諦めてる。マジですると。なんか俺は生配信を絶対したいのね。でも生配信を許してくれる奥さんなんてそうまあいないじゃん。絶対いないんだよ。絶対いない。いや、いないんですよ。だって皆さんも配信者の旦那さん無理じゃない。生活も安定しない。いや、ぶっちゃけその彼女はできるかもしんないよ。でも結婚までっていくとさ、無理じゃない。なおさら配信者同士とかだと。あ、5個おいしょ、ありがとうございます。ありがとうございました。おーちゃん、そう、いやだからいないんだって本当に。で、やっぱり俺も子供が欲しいわけですよ。で、なかつね、配信者、俺は配信者だし、配信ずっとやっていきたいし、で稼げなくなってもやりたいの。でもお金って安定しないでしょ。辛くない？そんな。で、部屋は自己管理できない。何にもできない。でしょ。てかね、なんか やばいよねこれ。人として終わってると思う、ぶっちゃけ。すごいな。マジちょっと一回ピカピカにするわ、リビングだけでも。ありがとう。養分から。カンカン終わった。ペットボトル。ナイス、ありがとう。え、みんなさ、酒飲んだらどうやって捨てるの、缶を。どうする？これ。酔っ払うじゃん。酔っ払ったらさ、どうする？酔ってでも捨てるの？
もマジ教えて。マジ教えて。あと酒飲んでほしくない人、飲むならどういう感じで飲んでほしいと思ってる、それも教えて。2本。絶対2本。家では飲まない。あのね、違うんですよ。これ昔ね、俺ね、お酒飲まなかったんだよ。一人では絶対に。マジで。で、お酒を飲む理由がわからないもん、飲み会以外で。一人で飲んで何が楽しいのってなったんだよね。でも配信と出会ってから180度変わった。なんか、あ、俺って一人じゃないんだって思って、みんながいるじゃんって。そう、うわ、もう中3分もったいな、来たね。そう、うわ、ありがとう、おいしょおーちゃん。いや、一人じゃないんだと思うとさ、あの、いや違うんだよ、一人だと思うじゃん、お前らがいるじゃん。で、それがね、じゃあ例えば配信始めて、じゃあ5人の時、ちょっとずつ酒飲みます、会話ができるんだよ。俺も一人っ子だから家にいても一人じゃん。で、仕事が終わってね、あの、配信つけて送迎中にもボーイやってたからさ、で、お疲れとか来るじゃん。あ、俺って一人じゃないわと思って、うん、で、帰りに酒買って、ねえ、お酒買ってさ飲むじゃん。やっぱじゃあみんなと一緒だわって、うん、みんなと一緒に飲んでるんだなって。じゃあ毎日忘年会じゃんと思ってさ、これ毎日飲み会だわと思って、で、そっから始まってってんだよね。うん、でしょ、これ見てみ、負のオーラでしょ、やばいでしょこれだ。多分朝からさ、なんかモヤモヤするなってずっと言ってたじゃん、これなんだよね多分。いや、マジでなんかモヤモヤするなと思ったんだよ、これだわ、明らか。絶対にだ、これいつのやつよ、オレンジジュースで。皆さんね、部屋が汚い方、僕いつもあっちから掃除してるじゃん、掃除する順番逆なんで、まず缶、ペットボトル全てまとめてリビングに置いてください。まずリビングから。なぜか教えてほしいですか。食っていうのは、人間っていうのはね、何かを食べてないと生きれない人間でしょ。だからまずリビングそのものをきれいにしないと生活リズムが崩れるんだよ、これはガチ。あーちゃん、ありがとう、おいしょ。これはマジです、すいません、本当に。いや、これはマジっす、先生、先生たち。ねえ、これがどんどん適当になっていくとどうなるかっちゅう話なんだけど、全部が適当になっていく、これ、お手上げ、全部が中途半端になり、ね、あの、何にもなくなってくる。まあもちろんね、いるよ、汚くても支持される人、野田さんとかね、
でも野田さんには誰でもなれないんだからさ、汚くてもいいっていう人はいないんだから、大体。だからやることやってかんと、マジで。な、これはマジっすよ。シャレにならんで。多分ここだわ。俺今日一日悩んでた理由は。俺ずっと言ってたじゃん、あんた。絶対これだ。近くに答えはあったわ。部屋の汚いっていうのはそもそも どういう、あのね、部屋汚い人って、まあ、俺と同じ思考なら何かを諦めてる人、全てを投げ出してる人、何かを諦めてる人に限って部屋汚いんだよね。どうせ私は、どうせ俺は、あのね、部屋綺麗な人はまだやり直せます。部屋汚い人でも今綺麗にすればやり直せます。これは俺何回も実証してる。めんどくさいけどね、片付けとかするの。でも誰もやってくれないから、一人暮らしの人たち、ね、助けてくれねえよ、てめえの人生なんて。あ、ルービックキューブありがとう、特命さん、ありがとう。あおちゃん、ありがとう。で、やる気が出ない時もあります。辛いです、マジで辛いよ。やりたくねえもん。本当にあるで、配信者。さっきだと俺押せなかったもん、配信ボタン。大体わかるんだ。なんでか教えてほしい。コメントでトーク力ないですよねって言われるのが結構効くから、夜の配信。であとね、これ網どうやって、これ捨てるのじゃなくて綺麗にするんだろう。で、なんで今こうやって話してるか知ってる？ずっと話してないと今すごくきつくなるから。いいんですよ、一人暮らしの人たち、独り言言っても。きついもんね。
人間ってさ、いつ死ぬか知ってる？それは人から忘れられた時が死ぬんだよ。命としての生命は死んだかもしれない。そういう人はいっぱいいるから、おじいちゃんおばあちゃんなんて。でもその人が忘れられない限り生きるんだよ。メモっとけ。包丁って何ゴミ？燃やせないゴミ。この包丁って完了した。しかしまだ中途半端だ。待ってよ。マジで。で、次にやるべきこと。食器を拭く。新しい包丁でね。せっかくもらったからね。しかも切れ味めっちゃいいぞ。いいキックでしてますね。やめてください。本当はさ、こうやってやってさ、うんってやって、隣に女がいて、うんってやって、はーいって言って、こうやってさ、ピッてやるんだよね。本当はね。でも聞いてください。稼げない男でも僕、家の手伝いはしっかりします。アピールしときます。家事何でも手伝います。絶対です。約束守ります。やってって言われたことしっかりやります。信じてください。信用してください。
当なのに。よし、これで OK。 とりあえずここは終わって、まだ終わりません。まだここが終わってね。ね、このさ、こびりついたこの網網どうやって捨てればいいの、これ捨てないんだけど。こっち捨てよう。だから前、今度ダイソー行った時さ、あ、たわしみたいなのない、たわし買ってくるか、もったいないか。すぐ捨てるっていう言い方もやめよう。使えないからってかわいそうだ。やめるか、それはさすがに。やめるか、マジで言い過ぎてごめん。ザルよ、ザル、ごめんなさい、捨てるとか言ってごめんなさい。たわしくんね、買った方がいいよね。たわしくんってなんだよ、たわし。あれやばい、めちめちって言うんだ、すごいや、めちって言うんだ。すごいな。何が？大丈夫だよ。これを普通に。こうやって。あれ、なんか前どうやってやってたっけ俺。前どうやってやってたっけ。あれ、しかもあれ、キッチンペーパーどこやったっけ。あれ、キッチンペーパーどこやったっけ。やべ、キッチンペーパー俺どこだ。おい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 、あれ、俺キッチンペーパーってもうなくなっちゃった。え、やっちゃってね、俺あと1個。次キッチンペーパー買わないといかないわ。あぶねえ。こうしっかり拭いてくださいね。
ここで終わりじゃありません。歌まろ使います。これをちょっとやって、もう一回磨きます。あとは皮むき、これ入れてくる。うわ、疲れた。たまろさん、どうすか、気になってるでしょ。え、うわ、ありがとう、ママちゃん、おいしょ、ありがとうございます。なんかぬめっていうな。あとこっちね。
プレート。気になるわ。金ってさ、長持ちするもの結構長持ちするからいいよね。あのザルだって2年前に買ったザルだぞ。しまった。ありがとうちゃん、おいしょ。でしょ。いや今火つかんと思う。綺麗でしょ。いい感じだね。はあ、ほら空気良くなるもん。みんなね、本当にこれ台所ガチ汚い人やってみな。マジで空気綺麗になるで。これ騙されたと思って、だるいけどね。誰からも褒められないし。いや、マジで。褒められんけど、やってみな。ゴミ捨ててくるわ。いや、あのね、捨てるものは捨てる、捨てないものは捨てないってさ、しっかりできない人は人として終わっちゃうよ。それは女でも同じ。本当にそうだと思います。ナイス、ありがとう。で、部屋をきれいにする。まずリビングとか台所をきれいにすると俺の顔さ、ちょっと爽やかにならない？ね、こういうことを俺が言ってるの。
あ、こいつなんかちょっと爽やかになったなってなるでしょ。さあ、ちょっと待って、仮にさ2巻までやったらいいってこと？12時超えたらいい。今日はなしってこと。ね、俺分かったことがある。これから12時超えたらお酒飲むっていうスタイルにしよう。今までは例えば夕方から飲んでグダグダになるじゃん。それはダメだった。飲むのはいいんだけど12時超えてから。なんか今日はね、今日という日付が変わったら501本のみ、3号館2館12時超えたら。なんか三号館だって俺シラフで腰じゃない。もうちょっと待ってよ、三号館か。やっぱダメなの。じゃあやっぱダメ。ああもう本当に。だから今日は飲まないよって言ったじゃん。だから12時超えたらまだわからないでしょ。それ言った。ラーメン屋で飲んでないですよ。ウーロン茶ですもん。じゃあやっぱやめるか。結局そうなるんだ俺。
結局そうなるんだ。え、一本、三号館二本だけ。だよね。じゃあ1本だけだな。501本だけ。それしか買ってこない。ありがとうございます。マジで投げないって言って分からんけどね。まあマジ難しい問題だなこれ。だから最近飲みすぎなのは分かってんだよ。でそれを抑えるために今から1缶だけ買いに行こうかなと思って、で日付変わったら1缶飲む。送ってくんなよ酒。おー疲れた。なんか全部俺が悪いみたいになるんだよな。好きな時にお酒も飲めない。ダメだこりゃ。誰かのせいでよ。ふざけんな。
くなってきたし、マフラーもなぜかわかるな。何？高杉くんのプレゼント。お、筋トレグッズ。ゆめちゃん。au はアマゾンプライムついてくる。もう続いて。ありがとう、松本さん。Thank you.
前ちょ弁当買ってきた。夜飯払えっと。嬉しいだね。忘れた。ちょっと待って、いやマジ飯。あ、やばい、瓶捨てに行かないと。忙しい。弁当食うか。よし、忙しい。すいません。裏切ってないって。じゃあだからもう効率いいでしょってのが。持ってないってマジで。
もう本当ね、走ったからだわ。なんで冷蔵庫なの？なんで冷蔵庫にこだわるのかわからない。弁当しか入ってないって。あ、弁当はもう言えたわ。あ、やべ、あと2分で切り替わるわ。ありがとうございます。風船まんまで出した、すごいな。飲めるわけないじゃん、その短時間に。あ、やばい、俺支払いしないと。あれね、ないってもめんどくさいな、ほんとしつこいわ。やべ、マジしつこいんだけど。あー疲れた、ちょっと待って。